ってさ、本部の人間いいって言っててさ、そうだよ、せっかくはるばる来たのにさ、てかアスリートかっこいいよねこれ、うん、これパトライトだね。そうだね。なんだよお前、本部の人間いいですよって言ってさ、せっかく来たのにさ、気の済むまで見てってくださいって言われるんだったもんね。ガム噛んでる、ほら GTR 入ってないのあそこに、ね、なんだよこの2台見てってくださいって言われたってね、うん、こんな2台いつも見とるわ。止まれって入ってるよ。んこれですか、アスリート S って。え、それリアスポついてるじゃん、マーク X。 うん、そうだ、やっぱね、反転切り抜きだからね。そうだね、切り抜きだね。落ちちゃってるもんね。うん、ちょっと屋根がね、やっぱり弱いんだろう。下のちっちゃいエアコンセンサーついてる。ん？うち500になって500万だよ。なんで俺500万だよ。なんであっち400万だよ。おかしくない？こっちね、栃木501。あ、じゃあ501、2だ、これは。なんで？なんであれあっちコールサイン400万だよ。横なのに下向いてない？ほら。あ、ほんとだ。あ、即線。それっぽくない？あ、ほんとだ、これわざと下出しにしてるんだ、うん、あ、アスリートエアロついてる。だってこの間俺があの霞ヶ関で見た210系のアスリートの警護車、うん、あれもだってハーフエアロついてましたよ。うん、そう、ハーフエアロついてたよ。しかもリアだけ、ほらこれもリアだけでしょ、ほら。ほんとだ。あー、 GTR 見たかったな。そうだ、そう、そっちについてる。だグリルじゃないで、あれだよ、幹部車、うん、幹部車のマーク X はグリルについてるんだ。これ、ま、車回しながら帰ろう。そうだよ、本当だよ。あの、せっかく来たのに、なんなの栃木県議の本部よ、広報の女よ。どうしようもないな、本当。あれハイビームじゃん。あれ何止まってんの、ピントが合わねえ。200系か。200。じゃあっちって書いてますか。何この古いパトカー見てこれ。あれじゃ、あの死亡事故の時の。あ、こっちは違うんだね。こっちは違うね。U ターンですね。U ターンだね。ちょっと人権文句言ってやるぞ。本当だよ。お前はいいって言ったから行ったのに、車見えねえじゃねえかって。本当だよ。そっちが出口だ。あ、こっち白、こっち覆面じゃない？あ、覆面ってか違うね。これは全く関係ないね。全く関係ないね。だってこれいないでしょ、ほら、うん、そんな車高低いやついないでしょ。いない、いませんね。いないね。多分奥の方に止まってんだと思う。多分何しに来たんだよ。出しましょう。まあ、今 5キロ、もう俺スピードメーターね、押すしかないですよね。本当だよ。いや、でもな、でもあの方たち面白かったね。ね、こっち行ってみようか。これ駐車場じゃない、普通の。俺か。同じような車止まってる。これこっちから出れんの？出れんの？これ足首踏みそうになっちゃう。あら、足首ついてない、うん。ついてるよ。あ、お。あ、ついてない。広いな。
こっち何、あ、これ高段か、こっち全部、うん、出れないですよ、これ出れない、これうん、ほら出れない。 U ターンしましょう。ホテルエーゲ海、はい、行ってみ。ホテルエーゲ海なんかパッカー車よ、詰めんぞパッカー車によもう日光市板橋だってさ。ポールモーリアですよ、エーゲ海は。知ってますか。は、は、お、びっくりしてみ、人乗ってんのと思ったこいつ、ほらほらペコちゃん。あー、め、紛らわしいな。何だってペコちゃんだよ。ペコなんだよ、ベロ出してんだよ、してみる。え、これ宇都宮だって。ナンバー宇都宮隆だよこっち帰れないじゃんね、うん、いやあのお前さんたち、こう来たらもうちょっと粘り、いけそうだったんだけど ね、 ね、あれいけそうだったよね、うん、途中であの無線聞きに行っちゃった人ね、いやじゃあみたいなね、じゃあ仕方ないなみたいな感じだったんだけど、あんなさ、なんか事故のさ無線入るからさ聞きっちゃったじゃんね。でね、無線サイレン鳴ってたねそう、警報がね、なんかお前らちゃんと仕事しろよぐらいのさ、なんか威圧的な態度。あ、なんなんだあれ、喋んねえのよあいつはよ、あの奥のやつね、あれ警報でしょあれ、うん、だあいつよ、聞き耳立ててやがって、勝手に開けんぞ、ここよ。本当だよマジでよ、サイレン鳴らしかんの。いいですよ、見てていいですよ、サイレン鳴らし帰ろう、4秒で。本当だよマジで。いやいいですよ、いや、とりあえずじゃあもう見てって帰って、うん、帰っていいですよ。既存のくせにさ、てめえんとこの車のようにさ。いや本当だよね、開けんねバカっつんだよ。じゃあ宇都宮行って餃子食って帰ろう。そうですね、左行きます。ああちっきしょう、はい、もうやんなっちゃう。サービスエアにするじゃん。いやどうすんの、いやだって2個の駅そこでしょ。だって 1. 何キロってなってますよ。嘘、うん、参っちゃったね、ほんとね。マイチングマチコ先生はぁ、ほんとだよ。ああ最悪。あの本部の女も候補の女よ、せっかくさ来たのにさ、わざわざ遠くからさ。どここれ、ガソリン安い、156円だってさ。うわぁ、なんか混ざりっきありだな。え、どこ宇都宮、あ、こっちが宇都宮、そこか、うん、吉田石油。てかさ、たぶんあれ GTR 本当に出さないんだね。出さないんだね、話聞いてると。取り締まりもしてますよ。だいや本当だね、候補の女適当言いやがってよ、ね、いや運用してるんでつつって、いやいや運用してねって高速隊言ってましたけどいや本当そうだよ全部デマじゃんね。本当だよ。ああ今日は何もないと。すごい後ろのトラック距離ね。なんでこんなケツピタつけられてんのこれ。なんでうちら何、田舎ナンバーだから。田舎ナンバーだからじゃないの。すごいよね車間。やばいよね車間、ちょっとすごいよね。何よ赤と出すぞどうだよ、はあ、あ今日は収穫なしですか。うん、何しに来たの俺らね。やっぱあとね、やっぱあとね、うん、あの人たち、あの話し慣れしてないね。してないね、うん、続かないもんね。そうで終わっちゃうんだから、こっちから話してさ、それに対しての回答しかないからさ。検証と神奈川と違うねやっぱね。うん、全然違うっていうかね、多分興味がねえんだあいつらあんまり。うん、本当に高速隊入っていいのかって話してる。大体車好きが多いもんね。いや本当だよね。うん、だってなんだけど、俺のなんかの動画のおまわりさんもすげえパトカー好きだったもんな。うん、あのサイレン鳴らして俺の前が、ああなんちゃってさ、あのついてるじゃんえ、あれこれ、なんで興味あんのってあるよ。だってあのおまわりさん勝手に4秒押しちゃうからねちょっとこれいいよピーなんて押しちゃってさうーなんてなっちゃってさ、すごいよね。さすがそこカットしたよ、うん、え、ほんとに鳴るじゃんこれなんて言っちゃってさ、いやだ鳴るって言ったらお前ら今ああって言ってたじゃんっつって前に PC いんのにね。ねえ、ほんとだよ、ああああなんて言っちゃってさ笑っちゃうよ。いやしかし何もねえな。え、何これ。ねえこれ宇都宮のもっと奥の方まで行っちゃうよこれ。いやだってさっきナビで宇都宮 1. 何キロって書いてあったよ。これどっちなのだって。あ、これ赤。あ、俺この道来たことある前。来た、この間ここ来た、通った通った通った、ここ。何ここ、何これ、どうなってんのこれ。どうなってんのこれ。どうなってるのだってね。宇都宮まで9キロもあるよ。え、じゃあさっき 1.5 キロって何だ。違うじゃん、9キロもある。何、俺が 嘘ついたみたいな。多分嘘つきのホラー付近になっちゃったんや
え、だって今どこよ、これ現在地鹿沼工業団地、知らねえ人だ。え、でもこれまっすぐ着いたら、だってもう宇都宮で。そう、まあ、だから宇都宮が乗りゃいいでしょ、帰りは。宇都宮から、宇都宮たかしから乗りましょう。俺ね、宇都宮たかしの声好きなんですよ。PC 見れないから俺鬱になっちゃってるよ、本当に。宇都宮で、あデレーやったよ。いや、てかこれ何もないでしょ、これ。いや、ほんとさ、どうするのこれ。だってもう見えないよ、何もないよ。なんで同じこと言うんだよ、うん、だってあなたがね、まるだ行こうって言ったら、俺もう一寸先は闇ですよ、これ。闇だよ、サービスエリアで、サービスエリアで餃子。いやいや、サービスエリアで餃子食ったって美味しくないでしょ。だってこんなとこ何にもねえと思うよ、多分。いや、だって朝で雑草だよ。雑草、お前トルネコの大冒険じゃねえんだ、お前。ええー、ほんとせっかく来たのに、これもう長距離ドライブ動画になっちゃいますよ、これ。ほんとそうだよ、先輩。まっすぐ行って、今度ね、福島行って仙台行っちゃう。仙台行っちゃうじゃん。そうなっちゃうよね。支部あるって言ってましたからね。やめて。いや、さあ、何の支部だか分かりませんよ、私はね。うん、ね、なんかそういう悪い人たちの支部がね。やめて。え、何あの見たの車。何あの、え、ここは今どこなの？栃木。栃木の、これは栃木市内。あ、俺だ、これだ、あれだ、女と来た時このセブン寄った俺。あ、そう、うん、え、でもさ、ぶっちゃけぶっちゃけさ、うん、ここに住んでる人たちってさ、うん、何やって暮らし、遊んで生きてるんだろう、思いません？確かに思わない？これ、いや、でも結構あるんじゃない？いろいろお店も街中行けば結構。俺ね、こないだ宇都宮の彼女と彼女の友達と行った時、うん、あのいろは坂のやつ見ました。あのいろは坂の車違ってるやつ。そう、あの、あ、帰りに行ったのか、うん、宇都宮だってね、あのなんか中学生みたいな暴走時だもん。そう、ペツケペツケペツケ言ってたもん、原付で。あ、こういうのまだこっちいるんだと思って、うん、後ろの車だって車間おかしいよ、見てこれ。ほら、おう、なんだな、秋葉系みたいな男が。あ、所沢ナンバーですよ。所沢ってなんだよ。埼玉県の方ですね。ほら、もう抜かない、おかしいもん、この車。ほら、40キロだよ、うん、ねえ、だって今車間だって後ろ超おかしかったよね、うん、こっち見ろよ、ナンバーちげえだろかよ。神奈川だろか、ナンバー。いや、ちょっと待って、待って、なんでブレーキを踏むの？なんで？おかしいね。手前から随分ブレーキしてる。ねえ。停止線見えねえんだけど、これどうなってるの？全然わかんない。ねえ、これまだあれですよ。YouTube で言われますよ。え？なんで？パトーカーオタクって。ねえ。オタクですからね。うん。道はいいよね。それはね、思う。あの、あとこの間大阪行った時も思ったけど、うん、あの大阪もなんかあれ、ほら時計回りで一方通行になってるじゃないですか、うん、そう、あれいいよなと思った。すげえ超見てたもん今、あいつ。嘘、まず見ねえふりしてたんだよさっき。あ、そうだから、うん、こっちの方は道空いてる、混まないからいいですよね、うん、そう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 。景色もさ、いいよね。うん、だって見てこの駐車場。あ、そうだ、広いよな、コンビニの駐車場が広いもん。これ多分 iPhone で俺多分この辺ってやれば多分出てくるんじゃないかな、この。あんなさ、見て、あんなメガネかけてさ、油ぎっしな髪の毛でキモオタでもさ、うん、あんな彼女いいんだよ、見てごらん。まぶしゃってるよ、先輩。本当だ、どういうことよ、どういうことって。
ここでところだから何しに来たの、これ餃子食いに来たの、餃子食いに来たの、これすげえ店言わんのだけどおめえもオタクだよって言われちゃう YouTube でうるせえオタクじゃねえんだよな、オタクになっちゃうよ、よく来るけどな、俺別に警察好きじゃねえからパトカーが好きなんだけど、そう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 、あーもうこれ帰り緊急で帰りましょうね、ですね、ダメ入っちゃうな、ほんとにね、すげえワクワクしてきたのにさ、マジ本当週上げマジ本部に向かって電話してやろう、はい、だから言われちゃう、いや私そんなこと言ってませんって言われちゃうお、栃木、宇都宮市内まっすぐこのまま直進だね、うん、ねえねえ人がいないよ、いない、人が歩いてない、ステーキガストあり、うん、これ別に地元で食えますよ先輩、そうですね、ミヤカン鶴田立教、なんでミヤカンってよ、ミヤカン鶴田立教、そうそうそう、それで彼女とその彼女の、うん、河江がいるじゃん、うん、そういう人行った時に確かねこの辺の交差点で、うん、ヘルメットを着た中学生が出てきて、うん、でうちの女とその友達はさ、ほらさっき友達途中ここだってたじゃん、うんうん、であいつ仙台だけど、うん、2人揃って言った言葉が、うん、あチャリチューだ、あ、なヘルチューだっつって、ヘルチューな、何ヘルチューっつってたら、ヘルメットかぶってる中学生っつってて、ヘルチューっつうんだヘルチューっつうんだよって、へえ、俺しか、俺だけ通じてなかった話が、俺もわかんないな、んヘルチュー、チャリチュー、え、それあんただよねじゃんに、それで、そうそう、その時にそうヘルチューっつってて、うん、え、だって私たちもだってヘルメットかぶって言ってたよなっつっちゃってさいや、いなかった、ほんとすげえなと思った、うん、ミヤカンの感で感情の感ってことこれ、どれ感情線ってことこれ、そうじゃない、違うのかな、わかんないけど、でも上通ってるでしょこれ、うん、違うの、ダッチいいね、 V8 の音いいね、ほんとにさ、さ信号長いよね、どこ、じゃあそれも今言おうと思った、それも今言おうと思ったでしょ、中だ、こだって今車1台しか通ってないよこれ、うん、なんでだ、まあ、でまたこういうこと言ってるとおめえ文句ばっかだなってまた言われちゃうあれ面白いよねあれが文句になっちゃうんだもん ね、 ね、もうそしたらお前テレビキャスターにも同じこと言えよあれこれ多分言われちゃうよ、今日ボンネット汚いですね車ちげえから今日違うんですよ、同じ202でもね本当に運命の差だよねあれね違うよ、だってほら雨上がりで今度走っちゃったからさ、もう、ま、全部巻き上げちゃってさ、それ何とかしてますか、何ていうの、言い訳です、じゃあ洗車してくれよ、え誰も元が悪いからダメだよこれ、下地がダメだよスタバあるって、スタバ行こう、えスタバあるんだこんなに、何だよしょっちゅうスタバなんか行かない、ちょペチるペチるペチるじゃん、フラペチる、まっすぐだまっすぐ、いやみんな飛ばすねね、ほらさっきのキモーターの車どこ行った、いやまぐられた、まぐられ分かんない、ほら見てやってないよ、同じこと言うんじゃねえやさっきからよ、全部同じこと言ってんじゃねえか、運転はやってねえ、落ちだったらどうすんだよ、かぶってな、そうだけど来るよかぶってるよ、それえあ、いやマジ、その餃子屋さんなんかどこにあんのよ、え、宇都宮の駅前にいっぱいあるよ、駅前なんかやってんのこの時間、まあ、やってればやってないから、それちょっと存じ上げないですけど、多分それ下調べをしてもらわないとね、最初にね、いやだってさ、そんなこと言ってずっと俺が悪いんですか、じゃあまあそういうことになっちゃうね、うん、日光だってさ、へぇ、すごいね、でこれ面白いね、車線が何これ、何この道の形状、変だね、ほらほら行って行って行って、ほらセルシオ、ほら信号無視に来た、ほら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 、マジで、うん、見てて、みさん丸後ろ、うん、あー、今のパターン行くでしょ、信号無視、うん、多分出てくるでしょ、本当にでもね、青灯ついてんの、青灯ついてると総理車列かと思うだろ一瞬、本当だよ、いや本当にここいうところに住んでる人しさ、うん、今日だって今日土曜日の夜ですよこれ、ね、何をやって生きてってんのこれ、ラーメン屋さんここやってんじゃないの
ラーメン火山、うん、ラーメン。この間食った北極、あれ北極の火山ね。あれがもうこたんね。あんなさ、いきなりさ、初級あれ無理だよ。いや、あのお姉ちゃんたち可愛かったよね、おっぱい大きくてね。うん、誰かがラーメン食えねえからさ、お姉ちゃんたちあれ声でさ、せっかくあんな仲良くなったんだよ、俺が。いきなりお前食ってね、あんなカレーもね、食えるわけねえじゃねえか。お店の人には申し訳ないよ。ずーっと俺喋っててね、すげえいい雰囲気、あ、これ絶対いけんな、この二人と思ったらさ、うん、全然誰かさん食えねえんだもん。あんな偉そうにさ、脳が鍛えといてさ、手がしびれちゃった2、3口しか合計食えてないんだから。マジで次の日ほんとマジでね、もう調子悪くなっちゃったんだから。あれで胃は痛くなるわ、ケツは痛いわでさ、顔は奥の子だったけどね、体は手前の子だったね。ああ、わがままボディでしたね。まあでもなんか感じよかったよね、うん、でずっと俺話したじゃん。誰かね、汗だくになって手震えちゃってね。ほんとだよおめえ、それどころじゃねえよほんとによ。いきなりあんな辛いもん食わしてさあれは本当何この人、何この一通の出口がでかいの。でかいね。てか大根多いね。多いね。気づきましたさっきから。うん、大根ばっかじゃないですか。やっぱ飲み屋街がどっかあるんじゃないの。例えばちょっとこう裏入ったりとか。これ国道4号だな。国道4号。うん、あ、じゃあ何これ国道4号あれだ、下ってきゃ上野に出れんだ。そうだよね、あれ日光海岸のね、4号線ね。そう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 。まあ、旧道と新道。これなんか警察署っぽくね、これ。全然違うよ。全然違うよ。ちょっと待って、これ。食品会社。聞いて。え？何この静けさ。いいじゃん、静かな方がいいよ。え、どこ、え？窓開けて、この静さ。すごいね。いいとこじゃん。響くもんね。うん。失敗した。飲んじゃってね。ほら、すんげえ響いてるもん、人たち。やっと人いたよ、ほら。やろうかよ。あ、ほんとだ。だからね、いつもワンチャンだから、宇都宮でさ、うん、何あのブルーバード。右、右、右、あれ。あ、駐在、駐在所。ブルーバード止まってた、今。すごいね。あ、左注意。いい。これも大根じゃね。うん、もう大根ばっか。え、なに、そんな大根、なんで、この飲み屋あんの、歓楽街あんの。うん、すごいね。車はちょいちょいいるもんね。車はね。はい。あ、人がいる。なんか、せっかくだから、すごい段差が。いや、違う、乗り心地悪いんだよ、これ。ほんとクラウン悪いよね、これね。いや、ほら、足回り変えてる。あ、そうだ、ほら、また大根。また大根。あ、ここにも。え、何これ。なんだ、すごいな。あ、その前にもいいじゃん。うん、で、それ言ったんだよ、最初。あ、そうかよ。見て、わかんねえかよ。わかんねえよ。え、走るくらい、みんな大根になっちゃう。ほんとそうだよね。後ろもそうじゃん。ねえ、ねえ、うん。俺、石、の石も投げればって感じになっちゃう。うん、東京とか神奈川だって大根のダム字すら見ないよ。タクシーが多いからじゃない。うん、あ、確かに。うん、これ大根いるのはいいけどさ、うん、あ、何これ大根、ちょっと待って、これ足踏み消えてる、消えてる。ちょ、これ足伸ばした時にさ、うっかり足踏み押しちゃったらさ、そう、うーってなっちゃうからさ。そうだよ、本当に危ないよ。あ、これ大根提灯消えてる時が使ってるってことですよね。そうなので今ついてるから、これだって車がないですもんね。あ、大根してる、そういうこと。うん、ここで拾ったね、このお店。ねえ、居酒屋ダベ。なんでダベ、ダベ、なんでダベって。そうダベっていう、あれ横浜弁なんでしょ。そうでしょ。なんだよ、じゃ あれ、じゃあれ中井があんなね、バカみたいな喋り方するからね、あんな風にね、バカにされるんだよ。そうじゃん。いや、なんてことねーっつってさ、俺の友達も言ってたよ、女仲良くなったら、あの、こいつこいつ、どうぞ。かわいいね、ちゃん。え、じゃあ俺の顔見たから、ちょっとこの顔の。何言ってんの、気持ち悪いよ。殺すぞ、マクダーナル。マクダーナル。あ、これね、宇都宮の駅。あ、覚えてる、思い出した、思い出した。これ、ほんとね、これ降りて左曲がったら宇都宮の駅。俺思い出した、ここ。このガードくぐった。じゃあこれまっすぐ。これ多分ね。直進でよろしい。うん、多分。これ多分西が向こうだよ。あ、そう。確か俺ね、西日がすごかったの覚えてんだよ。昼間じゃん。適当言ったかも。何？
適当に言うんじゃねえよ。西日だから夕方だろうがよ。そっか、何言ってんだあいつら。もうクルーガー、はあ、何しに来たんだろう宇都宮の平屋食品スーパーマーケットね。栃木県警警察本部そこ左にあるよ。嘘、そこ、そこどこ、これね、この合心ダリヒ、合心ダリヒ、この合心ダリヒ、とりあえず餃子食おうか。うん、ああ宇都宮駅ね、西口と東口があるのかな、うん、やっぱ合ってる。俺が前こうやって食った餃子ミンミンは、うん、待って、それこそ写真でこの、これミンミンって有名だよね。うるせえ、今俺が話してんだよ。だから早く調べろっつんだよ。ちょ待てよ、ちょ待てよ。あれちょっと待てよ、どう言っちゃった、この辺しょ、ちょっと気にしますよ。まっすぐ行って確か左だったんですよ。あ、すげえ、ドライブスルーじゃねえ、ほらマクダーナーに人が、あ、すげえ、ほらお姉ちゃん、あ、え、顔見えた、おお、そう、ケースプリプリだってよ。だってこれ上がってね、左だった気がする、うん、あれ逆かもしんない、俺言ってたの。は、何やってんだよ、来てんじゃん、来てんだろ。足利銀行だ、吉明、これだ、足利銀行、足利吉明、あ、違う違う、あの信号左ダリヒー、あの合心ダリヒーで了解で、左行くとね、またあのね、立教みたいなくぐるはず。俺思い出した、思い出した。これなんで左だけ看板ついてるの、わからん、なんなんだろうこれ。ないな気がするけど、ん、それじゃあね、遠征、それを言っちゃおしみよってやつ。ほんとこの音、ほんとね、このリトラクタブルの音聞くとさ、うん、昔の車のさ、ワイパーの音思うんですよ。あー、確かに、ウィーウィーってね、あのワイパーのほら、いまだに使ってんもんね。昔はもっとほら、これぐらいうるさかったじゃないですか、うん、あのほら、なんだっけ、あの MR2 とかとか、あと、うちのじいちゃん乗ってたやつ、あれ、ビスタ、古いビスタのワイパーとか、全部この、ウィーン、ウィーンってさ、なんかうるせえな、これよ、ってね、そう、子供ながらの思ってた。これ何、あるある不動産って書いてあるよ。あるある探検隊ってやつ、これ。あるある探検隊、はい。はい。はい。はい、はい、はい。これさ、うん、何これ。宇都宮市中央卸売市場。市場なんじゃない？だってここだから要は埼玉県の市街、市内、市内って、宇都宮のだ、横浜でいう横浜ってことですよね。まあそうだね、市内地だから。なんでこんな車がいないの？だってもうこの時間だよ。いや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 、まだ終電終わってないっすよ。あ、これ終わってるか、こっちは。うん、終わってる？終わってんかな。でもいいとこじゃん、なんか横浜って、それ違え、違うし、うん、いいな。ほら、そうでしょ、ほら、くぐるでしょ。うん、あれ適当言った、また左、左、よしよし、あれなんだこれ、どこだよこれ、あれなんか違う、俺多分俺どっかと間違えてるかもしれない。だって宇都宮だって俺1回しか行ったことないんだから分かる。勘弁、島倉千代子だよ、ここまで来て。なんやねんってこれ。え、もうナビ使おう、ごめん、俺は悪かった。ナビ使えばいいんだよ。反省してくれる？全然違いじゃねえ。どこ今これ、ほんとね、これね、ビッグボーイあるよ、ビッグボーイ。ほんとね、あ、でもいや、合ってる合ってる、これ、ね、まっすぐ、まっすぐ行くとね、うん、なんでこれ、スマイルホテル宇都宮ってのがスマイルホテル、もういいや、もう面倒せえから YouTube このまま全部丸ごと1本出せよ。GTR 探しに行ったらっつって、てん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 つって。なんで GTR、 ほんとみんなほんとさ、あったきちゃったよね。何しに来たんだったら。いやでもね、あの警官は高速でまだいい方だったよね、あれね。まだね、あれは変なやつだったらね、多分一言も会話してくんねえよ、あれ。で、なんか最後にほら、入ったばっかりだからって言ってたじゃん。え、言ってました、言ってた言ってた、まあ、GTR がね、そう、まあ、GTR がね、そうそう、それ言ってたね、だ入ったばっかだからね、方向性も決めてないみたいなこと言ってたもんね。そう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 、だからこれからイベントやるのもまだじゃないの、結局イベントがやってねえのにさ、そう、いつ見んだよ。
だから広報の女だって最初教えてくれなかったけど、そのイベントがないんだったらじゃあ私たち見れませんよねって、うん、で寄贈なのに見れないじゃないですかって言ったら渋々教えてくれたんだから、うん、確かに下場閉まってるよ。女なんで12時半で閉まっちゃったの。え、普通そうだな。え、普通2時3時までやってるよ。そう、すごいね、ここアスリート。レクサスもある。いや、レクサスの何があるんだよ。わかんない。LS だよ。今、ちゃんと見て、どこで見たバスケ一番右、IS。あ、メンタバスだよ。わかんない。一番右、IS だったじゃないか。IS だった。これ左。左ひね。これ左ひ、合身左ひで。はい、了解。え、な、ちょ、待って、ちょっと。何ちょ、ストップ、ストップ。何ちょっと、お姉ちゃん。え、すいません。この辺って餃子って食うとこあります？餃子の食うとこってあります？観光で来たんですけど、もうやってないですかこの時間。ほんとやってないってよ。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。すいません。嘘でしょ、ほんとに。お姉ちゃん今可愛かったら今すごい揺れてた。何言ってんだよ、餃子やってねえじゃねえかよ。いや、これでここ入るか、これつけ麺。ラーメンつけ麺。僕イケメン。つけ麺、つく麺だよバカ野郎。つく麺だろうが今乗ってんだよ。なんでわかんねえんだ言わねえ。すげえうまそう、ほら。おいっすうまそう。先輩、これ別にここで食わなくていいっすよね。あ、そう。うん、まあね、だから地元帰りはもっと美味しい。いや、そうだから宇都宮で餃子食って、うん、で帰ってつけ麺食えばいいじゃないですか。あ、確かに。でしょ。ラーメンつけ麺、僕イケメン。つく麺だよこれは。そうか。むせちゃったよ。だ、あともうと、あの止まってって言ったらすぐ止まってね、もう女の子ちょっとナンパするから、うん、ねえ、ナンパの目的だろこれ。 GTR じゃない。もうだ、 GTR は無理だっただろう。ナンパしか残ってねえよバカ野郎。あんたのその使ってねえ、お前オートマグナムも使ってやるよ。まあほら、私毎日使ってるからさ。何言ってんの。これ左車線になっちゃった。これ違う、これまっすぐだ。これね、あ、行き過ぎた、ごめん、今右だ。おい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 、これ U ターン。これ U ターンできる。できるよ、できるね。U ターンさ、捕まっちゃうからね、これ。そうだよ、有金じゃないし、だってこれ有金じゃないね、違うね。直進だけ見てくださいよ。はい、よろしい。直進でダメ、まだもう一度来てる。はい、了解。もう一度来てる。だってこれ、だって下から登ってくるやつになってるもん。あ、そう。これタクシー行ったら OK。 了解。はい、また代行。よし、あ、よし、了解します。で、信号左。了解。信号左ってね、え、これ栃木県警はどこなの。あいつら、この信号でしょ、これ、この号信左比。了解。ほんと代行多いね。うん、中ちゃんだってさ。ちょ、マイクで中ちゃんっつって。いやいやいや、おかしいでしょ。中ちゃんっつって。人はいない、ほんとに。ね。あ、ほら、この周辺で見ると、ほら、餃子。ほら、あ、まあ、そうだな。あ、かわいいでしょ、ほら。一緒に撮ったやつ、このほら。餃子の前で、ほら、お姉ちゃん、ほら。こいつも加えたら離さねえんだよ。目がすげえ怖いけど、ほら見て、ほらほら二人で、ほらこれかわいい。ほら俺もほら見て、こんな笑顔で。はい、左回ります。左、あ、左ダメ。ほんとにだから、この周辺で出てくるってことだから、この辺だよ、この周辺で。あ、最近こいつ連絡取ってない。加えたら話さねえんだよ。後ろ煽られちゃってる。アガド出すいいよ、アガド出すよ。アガド出すか、俺が出ていくかで。あ、パトカーいた、ほら。どれ、対抗、対抗、3つ目。ああ、ほんとだ。どこで目つけてんだよ。あれ、なんかパスとかなんかでしょ。じゃないの、多分感じて。しかも待って、ほんと待って、なんて、ねえねえ、対抗しかいないよね、さっきから。いや、ほんとそう。ほら、ちょんの間、ごちょんの間でしょ、うん、そうだ、ごちょんの間でしょ、ほら。これ、そうか、うん。で、ここが宇都宮の駅で、これ何？木戸通りっつうの、これ。うん、あれ？え？レッドブル。レッドブルのお姉ちゃんすごいよね。うん。でも今レッドブルいらないでしょ、俺ら。うん。いる？いらない。いや、いるなら、いや、いるならと思うけど。元気だ。え、これ、
宇都宮の駅はね、もうこの左なんですよ。じゃ左行くの？いや、じゃあ直進、うん、直進です、はい。ね、ザーギョは多分この、あそこだ、あそこに俺これ止めたんですよ、広い駐車場のとこ。ああだ、これ左行きましょう。左ひね、うん、はい、信号止まります。おしっこもあるぞ。もう何回おしっこ行ってんの、さっきから。あ、俺薬飲まなきゃ。何の薬よ。あ、ションペン薬ですか。うん、ちょっとさすがにね、うん、いいじゃん、食事の後で。当たり前でしょ、だってそれ胃に入れた方がいいよ。だって食感とかって書いてあったよ。食感って食事の後で。あいつうるせえんだよ、黙って運転してるよ。正面立ち入って死んじまえよ。噛んでんだよ。そうそう、でもこれさ、はい、うん、やってなかったら餃子食えないよ、俺ら。そうだ、だから言ったよ、さっき女の子はやってないっつってたじゃんよ。うん、まあ、代行しかない。あ、後ろすごい。一回そこ止まりましょうか。うん、はい、よろしい。はい、で餃子がね、そこにあったんで、この餃子のさっきの女と撮ってるやつがそこなんですよ。うん、ここで撮ったはずなんですよ。だからここに餃子がいっぱいあるはずなんだけど、これやってる？やってないでしょ、これ。あ、ほら、ここもそう、一方通行だ。餃子って書いてある、宇都宮餃子。ほら、書いてあるでしょ。ここ一周、一回参りましょう、これ。一回回んの？うん、これ右側ね。パドがいるやつ。うん。違うな、あれ、自己処理だ。自己処理。すごいじゃん。そうそうそう、ここあそこで、ほら、あれあれ。あのマスコット人形撮ったやつ、さっきの。あ、ほんとだ。ほんとだ。あれ、餃子のザーギョーくんつんだよ。そうなの？なわけねえだろ、お前。勝手につけちゃってんじゃねえ。スタミナケンタ。ケンちゃん？うん。ほら。かわいいでしょ、ほら。二人ともかわいいでしょ。そっちだよ。え？なんだ、二人ともってよ。自分も入ってんのかよ。うん。あ、かわいそう。何がだよ。ちょっと待って。俺もう無理で、おしっこ面白い。 え何、おしっこ漏れちゃう。もう漏らせよ。じゃこの反転のホースちょっとぶち込んでいこう。ほんとに詰まっちゃう、尿結石。これぐるっと回れんの。そうそう、ここ行けんだ。そう、ここだから、だからぐるっと一方通行になってさ。うーん、で、あそこに餃子がなんかいっぱいあったの、俺並んで食ったんですよ。うん、で、この間彼女と来た時は確かこの裏かなんかで食ったんですよ。もう何なのこの信号。何でこんな長いのこれ。青です、うん、青です。長いね。キリンです。キリンです。でもさ、だってこれ今宇都宮の駅前だよ。うん、人っ子が全然いない。これどうなってんのこれ。いや、飛ばしすぎだよバカ野郎。見えねえだろ周りがよ。やってねえじゃねえかよ、どこ見てんの。あたり見回したってやってねえじゃねえかよ。どうしよう、どれこれ。なんだよ、ここまで来といて。よ、 PB があんじゃん、ほら。マジだよ、パトカー。これ踊る大将さん以外初めて見たよ。後ろ煽られちゃってんもんよ。んな、もう赤と出しゃいいんだよ、あんなの。これ駐車場になっちゃうよ。うん、これ、こっち巡回。あ、いいの？あ、通過車、こっちだ。いいよ、もう煽られたらもう赤と回しやすい。本当に。あ、やってないよ、これ。こう並んだの。やってねえ。やってない。ミミやってないじゃん、ほら。だから言ったじゃん。ミミだから言ったじゃんかよ。俺が悪いの。どうするご飯じゃ、マジで。ちょっと。だからパーキングしかないよ。あ、これ何？またぐるっと回っちゃうの、これ。あ、そうそう、回っちゃう。なんだこれ。もうあんたの頭みたいにぐるぐるだよ。あ、で、あの信号左行けんじゃないですか。どれ。あら、これ、あの信号一番左。あ、これ多分餃子やってないね。どこか、あれやってねえじゃんかよ。ちょ、はい、停車停車。何、ストップ、停車停車。いや、大丈夫だ、今電話中だから。あ、ダメ、はい。あ、ちょ、ストップ。すみません、この辺ってもう餃子やってないですか。あ、お姉さん、この辺じゃない。わかりました。んだよ、むちゃくちゃ餃子やってねえんだな。信号赤になっちゃったじゃねえかよ。いや、俺悪くないでしょ。なんかすげえな、おっぱい見た今。あの子はす
すげえ下向いて、あんな下向いておっぱい出してさ、寒いか19度、うん、いや外寒い19度、でもちょうどいいんじゃない。俺すげえちょ YPI かと思ったらびっくりした俺は。ほら本当だあこのちょっと待って、女の子とこ行ってくる。どれ佐野、女の子に声かけて、ちょっとおい、ちょ左曲がっとく、止めてる。わかった。伝承。いや、うまそう。それならパーティーの量ぐらいですか。行くよ。パーティー行くじゃん。先輩行くよ、ほら。いや、じゃあちょっと。行くよ、行く。うん、じゃあ宇都宮ちょっと徘徊してさ。行くよ、ほら。いいよ、ほら、一回。お腹空いちゃったよ。あれ、ほんとね、そのね、ずるいよね。散々女いね、女いねってさ、人が今女言ってたのにさ、あのね、ああいうのっていつも思うんだけど、ブスに限ってノリ悪いんだよ。ノリ悪かった一人がすげえ乗り悪かった、すげえ古仕方だった。他の二人がさ、うん、なんか酔っ払っちゃう気分いいみたいでさ、うん、え、お兄さんたちどこの人って横浜だよって、本当に私たちも今ね、遊び来てるんだって言ってんのに、すっげえブスーっとしてさ、ブスがブスーっとしてやがるんだよ。どうしようもねえな。で、そうなっちゃったらもう無理じゃん、もう、不意、もうね。玉木ちゃん、俺行くぞ、ほら。くっそ。もうダメだ、これ諦めてダメ、帰る。いや、お兄さんたちね、うん、あ、お兄さんね、私たちの分かんないんだ、こことか言われちゃってさ。そうそう、あ、じゃあ、うん、地元の子じゃない。あ、そう、なんか旅行できてるっつって。へぇ、今ホテル帰るのっつって。なんなの、なんなの、ブスに限ったら性格悪いんだろ、ああいうの。すげえブスっとしてんの。え、あの、右、一時の方、あれ、あれ、あの二人、ほら、一時だ、バカやな。それ、それ、六時だよ、それ。ほら、ほら、あれ、あれや、旅行飛んでから抜け出してきたの、あれ。これでもだって宇都宮でしょ、ここ、ほら、駅ここでしょ、うん、こんな、一時でこんな人いないんだよ。え、こんなもんじゃないの。やっぱ田舎もんって違えんだな、考えがね。田舎もんって一緒にする。いやいやいや、俺横浜駅だから。横浜だから。だって横、あ、そうか、だって横浜、ちょっとこの間だって川崎旦那行かれてたもんね、うん、え、横浜の街歩いたことないですか。あ、うん、です。あるよ。いや、だってあるなら何なんだ、川崎行かれちゃうの。いや、いい街じゃん。そうかな。あそこだってちょんとヤクザしかいないよ。そう。もうパーキングにする？もう何これ？キャバレーだってさ、こんなのまだあんだ。何これ？シノーケっていうの。いや、パイセンこれ多分違う。違う、ここ全然違うと思うよ。全然違うでしょ。どこ行ってんだお前。俺いつまっすぐ行けっつった今よ。何も言わねえからまっすぐ来たんだべや。んだこれ。看板見るわ、看板。もうじゃあ宇都宮駅いい？もうじゃあいい、知らないよ、うん、俺お姉ちゃん知らないからね、うん、せっかく俺で引っ掛けてると思ってさ、2回も行ったのにさ。あれ小山だよね、だからこれ右だな。話聞いてんのかあいつ。今ついてくんのかなと思ったら一人タバコ吸っちゃって待ってんのね。 え、お姉ちゃんの、お姉ちゃん、だだだ、男も乗ってるわ。帰る、じゃあ、うん、あ、道間違えた。ん、ほら、向こうだったよ。もう一個、看板一個。いや、知ってる、さっきの見てたよ。なんで、なんで言ってくんないの。いや、別にだって自分で右曲がったから行きたいなと思ってさ。いや、よくはないよね。これもう出れないよね、これ。家をかまさないと右折出ねえし。いいの、じゃあもう女の子諦めんのね。いや、別に俺よりはこと足りてるから。ただ先輩がいつもね、女の子いないって、あんな後輩にもさ、幅利かしてさ、うんうん、あのね、後輩を見るよ、もうみんな紹介してるよなんて言っちゃってるからさ。いや、今ほら、かわいそうだな。仲良くなってる子いるからさ。子連れだっけ、うん、あんなに連絡来たんすか。うん、
だって連絡来ね来ねって今日怒ってたじゃん。うん、なんかちょっと具合悪かったほんとさ、先輩あのね、あとあとあの大勢あのラインやめた方がいいさ、ああいうあの気持ち悪い絵文字のだってほら、俺なんてそんな絵文字なんて俺一個も使わないよ、ほら文章でね、あれしてたって気持ちが伝わんないでしょ、絵文字の方が伝わるでしょ気持ち悪い、それ なんつうか知ってるそのライン、なんて言うのそれ、ね、おじさんラインつんだよ知ってるまたの名はね、キャバ嬢の営業ラインですよね、今ねおい、どこ行くんだ、私U ターンです。あれ小回り効くんだよね。あれパトカーいた、パトカー。ああ、なんかウィリーしちゃったこれ。パトカーいた、今左。嘘。違うパトカー。もういいじゃん。いいじゃん。何のパトカー見てない。あ、女の子発見、ほら。なんで見ねえんだよ。ほら、二人でいるよ、そこ。溜まっとるべ。バンカーで。これ速度入ります。こずれたかなんだかいいんだよ。女いっぱいいた方がいいんだよ、わかる。そりゃそうだよ。一緒にフリーで出ていくか言ってこないんだよって言っちゃってさ、いやいや、こんなにそんな怒ってたじゃん。いや今イエローカットでしょ。イエローカットじゃない。いや今のもダメでしょ。イエローカットじゃないよ。いやまた惜しく漏らそう。漏らせよ。あのさっきの3人組はどっから来てたの。何この広い建物、何これ。積水だってさ、積水ハイムだって。いやー、積水ハイムミュージアムだって。やっぱりね、ほんと一撃企業だよ。いやいや、そういう問題じゃねえ。だから田舎だからだろ、こういう。違うよ、積水って言ったらもう、本当の言う。違う違う。は？なんで続かねえんだよ。知らねえし。知らないの？知らない。違う違う、そうじゃ、そう、嘘でしょ。なんで俺より一つ上の靴下知らねえんだよ。いや、音痴だからじゃねえの。真面目に歌うわけないだろ、今この場で。たまきちゃうよ、ほんとにね。そっか。いやー、なんかずっと回ってないけど、これオフにしとこうか、うん、ね。なんだよ。だってそのお姉ちゃんしかいなかったらダメでしょ、意味ないじゃんよ。いや、まだいる、まだいるから。よく言うよ。ほんとほんと、よく言うよ。個人情報です。せっかく人がさ、ねえ、女助けてあげようかなと思ってさ。でもさ、ね、申し訳ないけどさ、宇都宮まで来てさ、どうやって帰ようの。いや帰るで、一発帰って、もう一発やって帰る、もういいじゃん。何それだけ。うん、いやそんなもんでしょ。いや俺絶対さっきのあの二人あれね、飲み行こうって言ったら行けだよ、あれ。 あのブスがいない。なんだあいつ、すげえ、もう一言も喋んねえよ。なんだあいつ、たまに悪いよ。ほら、ココスとかさ、スケアとかやってるけどさ、周りがやってない。やっぱり24時間なんかね、ここそが別になんかって感じですよね、うん、また行っちゃう高速帯。また来たのかお前らって。俺なんかしつこいっすよって。ねえ、ヘビのようにしつこいよ、うん、どうするか、もうパーキングに来ますよ、もう、うん、パーキングにするんだったらもう動画切っちゃうこれ、うん、パーキングにしよう。もう1時間ぐらい喋ってたでしょ。パーキング、うん、ふぃー、はい、マルセイ1名確保。そういう喋り方で言うと切んなきゃいけなくなっちゃうんだよ。なんで？みんながみんな通じないだろ、マルセイっつって。あ、そう？うん。はい、信号青です。了解。いや、ここまで来てココスってのはね。え、なんで、なんで餃子やってないんですか。あ、ゼロ。あ、なんだ、困るか。有名な。え、なんで餃子やってないの。やってないね。何でも買います。本、ゲーム、CD、お宝、エトセトラ。すごいね。あ、こういうの結構あるよね。うん、あのリサイクルショップみたいな感じ。本当に人がいいね、マジで。ここな、郵便局これですね。でかいな。俺一回ちょっと宇都宮の歓楽街撮ってみたかったな。そんなのですよ、買って売っちゃうんだもん。お腹空いてんだもん。ね、宇都宮だったら多分仙台の方が人多いんじゃないですか。うん、まあそうだろうね。うん、てかさ、今このいる場所でさ、この看板で東京って出すのおかしいと思うんだよね。確
確かに東京からお前何百キロあんだよ方面だからね、ね本当はね俺平松ラーメン食べる俺地元のなんか名ランだほんこれ国交省じゃん右交番インターネット漫画フリードリンクゲームゲームじゃないですかダーツダーツの旅行ってこダーツの旅ところさんトゥルル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 ルチこんにちは今何やってるんですか GTR GTR 見に来たんだよそうしたらよ高速じゃなくてダメだって言いやがってそうなんですか GTR って何ですか世界を認めるスポーツカー GTO なら知ってますよGTO なんですかねグレートティーチャーお兄さんそっちじゃないですね三菱のですね違うか違うわ違うか何あの30見た今すごいモロフル相撲だって今フロントも黒貼ってたねねえなんか見えなかったてか何であんな低くやってんだ社交の低さは知らないっす知能の低さだよあそっかあいつたぶんあれ自慢して俺見ろ俺のタバコも入らねえぜしたってやってるでしょ田舎のヤンキーが、でも一時期流行ったよね流行ったよね、うん、だから俺らはだから辛い地にしてさそうそうだから俺らがいくつだから21、2ぐらいの時、うん、辛い地で流行ってさあの名刺1枚ここ入る入らないってでも俺は、うん、辛い地とか嫌いだったんですよ、うん、もうあのお兄ちゃんにするのが嫌で、うん、だから俺は普通にだから19インチあのオデッサだったじゃないですか、うん、ですか、うん、あれであの19インチで普通に履いてるだけでも友達のプリウスとかアプリスでねイプサンだよ、うん、でももう20インチとか21インチ入れてもなんかつらい血がなんとかっつって、うん、ごめんなさい何言ってるかちょっとよくわかんないですいや何がかっこいいのお前っつっていや見ろお前このフェンダーとさ紙一枚さやめなさいちょパイセン U タンプ言って今買うよって言うのか U タンプないやばいほら信号変わっちゃうよほら見てあのフラー見て今左の何ウィザードついてたよおー懐かしいナンバーカードでしょいやあんなの田舎者しかつけてないでしょいやでも俺も昔つけてたよ前後にいや昔はねうんあれドンキーに売ってたんだよねあリザードねそうで変なデマが流れてさそうそうそうなんか赤外線カットとかさいやカットじゃねえからあれフラッシュでねピカッて光るだけだプリズム加工してあるのが角度からほらナンバーが見えないのとかああそうそうそうてか何で先輩結構あったんだせっかく今女の子2人いたやん、うん、もうそういうとこじゃないんだ何これ？あれ毛包でいい、あれ毛包でいいんじゃないですか？毛包ですよこれ。そうだよね。毛包でしょあれ。え？どうだ。普通男同士何のなことやんないよこれ。ね。俺無理だよ。お早い。なんだやつ。行くんじゃないあれ。巻くんじゃない？巻くる。おおすげ。何あれ？何あれ？キチガイだな。何あれ？しかもキチガイだ。何あいつ何あのレガシー何今なんか逃げてる何かに追われてる何か追われてる何かに追われてるから未来に帰るかどっちかだよねえてー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 だよ本当だよえ何だか分かってるトゥーテレテテテテでしょ何だよそれえスターウォーズだよバックトゥーザフューチャーだよ毒だよ適当ってんじゃねえよ待ってラウンドワンがあるあれ言ってんだよラウンドワンがあるよこれあるよトップのところでもラウンドワンカブ持ってたな、そういうのカブルシューターやったの温泉あるよお、すげえ温泉入れないんだよななんでいや、入れずにバッチリだからあ、そう ECG だろあれ誰と喋ってんの喋ろよ、なんか口なんだろ口ねえ、もうチャックだよもう人っちまやじゃんチャックは下だけにしとけよなんだこんな詰まってんの信号赤だからえ、違うよ、あの奥ほらこれ何 L グランドの前なんか詰まってこれ何これ何次、ここ2車線あるよ、これああ1車線から2車線だっただってさ、これいいんだよねいいんですよ、次、あの、あそこで過ぎて右、で、東北道だよね、300m 右だよねうんまあ、道は確かにちょっと広いっちゃ広いよね羨ましい、うん、それは羨ましいけど、やっぱね大根が多い、これほら、見てこれ工事崩れちゃってんだから確かにあんなハロ、あんなハロゲン車に規制を入れちゃうからさ工事崩れちゃうんだこの先通ったここ通ってないよ通ってないよ全然もっともっと先だもん9キロ走ったんだから
あ、違う違う、さっきほら俺がこう左行ったら駅じゃないですかって言ったら違いますよ、ね、全然違う。え、だってこれ日光、今4号線でしょ。これ4号から今入ったってこと。なんかね、昔都市伝説があってね、宇都宮に行くとホンダの車がいっぱいあるって言ってたけど、全然だよね。ホンダ、うん、工場がある。そう、ホンダの工場があるんですよ。ほら、また彼は19キロ、また高速帯寄っちゃってる限りね。車線はまた来ましたっつって。10キロもあんの？どこまで？だって書いてなかった今、高速道路ジェノベーゼって書いてある。あ、ジェノベーゼ書いてある。あ、ジョリーパスタもいいね。ここ来てジョリー、これ左折だよまた。ほら、あ、そっかそっか。これだってさっきやったの対向でしょ。対向でこれやったんですよ、さっき俺は、うん、ハイビームいるよ、あの対向。あ、ほんとだ、ハイビームついてるから。眩しいね。すごい眩しい。ゼロクラだって。ゼロクラだ、アスリート。うん、ロイヤルじゃん。何ここ。これそうだよ、ほらさっきここ見てた、このフェラーリ。うん、あれ、え、見た。いやほら見たでしょ、これさっき撮らなかった。撮ってね、撮ってないよな。適当言わないでください。あなたですよ。左確認してください。これね、今動画見てる人たち分かったら2だよ。うん、確かにね。左、左確認してくださいって。前はいいから。え、これ撮った、撮ってない。いや、ブックオフじゃんと思ったら全然違うんだよね、見てもらう。あれ全然違うよ。お、都ってやってんの。やってねえよ、看板ついてる。これさ、ご予約電話653073って言うけど、そうそう、その、うん、市外局番はいくつなのここ。ね、028やね。028って言ったら、それも青森とかでしょ、02って。え、だってほら、どれ、まあ、ほんとだ。え、ここって02なの。だって北海道が01でしょ。そう、ここはもう02まで飛んじゃうの。飛びます、飛びますって。確かに飛びます、飛びます。亡くなっちゃったよな、あの人もね。見てこの静けさ、ほら、ほんと静け、もう最高。あーらしお、おーこうしてよいしょで、なんで乗らねえの。じゃあなんかほら、三村見て、今ちょっと三村みたいな動きになってんだもん、なんかほんと工藤静香さん、目と目で通じ合う。あ、びっくりした今。あ、そう、笑っちゃった。もうね、弾丸宇都宮終了ですよ、これ。終わりです、終了。あの最後にいた二人でよかったな、若かったな。いいじゃん、気持ち悪いんだよ。もういいじゃん、もうパンパンやって帰っちゃえばいいんだよ、そんなもん。ねえ、これ東北道右になってる、またなんで。は、どうしたの俺ら。ねえ、また逆戻りじゃねこれ、ほら。だからこれさっき、これさっきのマックダーナーでしょ、これ。ほらそうでしょ、これ。そう、多分、あ、いいんじゃない。これそうだよね。じゃあ左でしょ、だから。なんでだ、さっき、マックどっち行ったっけ。わかんねえよ、もうどここれ。え、全然違うところ来てるよ、もう帰れねえよ。先輩、先輩勘弁してください、ほんとに。先輩自分でさ、こんなに言うなんて。ぐるぐるぐる、これさっきのとこじゃないよ。ナビ使えばいいんだよ、分かって。うるせえ、黙ってろ。ほら、最初から使えっつうんだよ、ほんとに。まあ、てこだわ。ナビどこに設定します。え、ナビどこって言うんだよ。な、浜でしょ、浜。横浜、横浜、ブルーライト横浜。だ、歌変わってんだ、俺が言ったと違うじゃん、それ。そっちじゃないの。俺なんだ、今歌ったやつ。横浜っつってたじゃん。これあれでしょ、ほら、五木ひろしの歌ってんの。あ、そうなの。音痴だから全然分かんなかった。おい、俺音痴って言われてますよ、ほんとに。あったかくしちゃった、ほんとに。させこんな、何こ、これさっきのマックと違うの。え、ちょっとこれ逆戻ってね。だってほら、これさっきの立教じゃねえの、これ。だってスタミナ太郎ってあるよ。ちょっと待って、横浜何やってんの俺。なんか北東に進みます、左方向です。は、何言ってんのこいつ。ねえ、何これ、何よ。どこだよ、何もおかしくなった。もう、え、何これ。右方向
行です。なんだよ、どっちだよ、右だってよ、左だってよ、わかんねえよ。あ、だよ、これ橋渡っちゃダメ、一回止まろう。嘘、逆逆、道なりです。マジで、ね、これじゃ言う、これほんとね、これ U ターン、はい、U ターンできるね。はい、じゃあここ U ターンできる、こっちで。何これ、どこ行っちゃったの俺。あ、いや、ちょっと待って、ちょ待てよ。あ、いや、これまっすぐでいいや、大丈夫、いける。なんなんだよ。じゃ、だって、ノビが、だって修正しとんだもん。捨てちまえ、これ本当。お前も iPhone X 捨てちまえ、早くよ。あんな使えねえの買いやがって。で、降りて、うん、降りて左っすね。了解、右方向です。その先、右方向です。え、じゃ、右、なんなの、このナビ。だって、お前が左言ってた。あ、行った行って、これ左、降りて左、降りて左。赤信号だ。赤信号。平成通りだってさ。へえ。じゃあ、平成終わったらもうこれ平成通りなくなっちゃう。まあそういうことだね。大型清田へ。忍び型清忍び。行くんですかやっぱ。いや、行かないです。もうね、言葉詰まらしちゃって。行かないですか。これ、これまだまず。ここじゃねえな。ねえ、これ10キロってさ、だってよ、これ高速も乗りねえんだよ。俺も新幹線で帰る。俺もだから、これも寄贈する。栃木県警に使ってくんねえかな。別に走、ね、ることねえべよ。 APR で帰りゃいいだけだもん。ほんとだよ。で、それでほら、うちら GPS つけときゃいいんだよ。そう、あいつ今日ここにいるぞ。いや、鍵も持ってるから持ってちゃう。そうだよね、鍵も借りてよって。何この黄色い駐車場。ほんでね、全然まだまっすぐ。これ、モダンパスだ。アロニエ整骨院。これさ、このユース、びっくりした。もうしゃべんの、急に。あ、これ左じゃね。そうそう、あ、これです、これ、鹿沼インターチェンジ。鹿沼インターチェンジ。で、また高速隊入って、すいませんって。GTR 見せてください、つって。GTR みたいですけど。また来たの、あんた。もう行ったの、逮捕。勘弁しないよ。業務妨害だよ。あ、これ左ですね。ダリヒーですね。合身ダリヒーで。エアオフェッシュした。で、今がります。なんだよ、これ。全然出るじゃん。サスがダメなんだよ、硬すぎて。ほんと硬いね、このサスね。ほんと硬い。ただ、あのコーナーはやっぱいいよね。もう吸い付きはね。吸い付きはね。しばらく道なりです。だって、このナビ、この喋るんだよ。6キロだね。あ、これさっきのところ、鶴岡の鶴岡。うん。鶴岡、マイナビ終了。6キロ。押し込まれそうなんだよ。止まる？そうすると高速のパーキングサービスエリア1個目で止まる。気持ちいいなね。じゃあこれはいいよ、金間インターチェンジやったらもう動画切ろう。うん、でもねえもん。ないね。うわ、宮館って書いてある。書いてあったね。あ、ほら、ほど赤になっちゃったよ。赤になるよ。そこブレーキかな。ここ行くで行くべきだったでしょ。行かないでしょ。だってここ長いもん、さっき気づかなかった？ほら。あ、そう、本当だ。さっきここハマる前信号長かったじゃん。おー。見てねえんだな、ほら。たぶん。勘弁しまくらしようがない。止まれる速度で走んだよ。違うでしょ、ほら、まだ青でしょ。さっきここ止まる前に。確かに。あれだったでしょ。さすがだね。記憶力がいいんだ。記憶力がいいんだ。でさ、チャリヘルの、ヘルチューの話したでしょ。あ、それか。ハハ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 
駐車場が。何が言ってんのこの動画のコメント。何これ、うん、大学生が通る時に鳴った警察に、ま、日本語をねコメントしてくれってすげえ思う。いつも何て書いてあるの、まあ、日本語じゃないと思った。さ一歩も外出ようとしてなかったよね。ね。二人しかいねえから出たら多分怒られちゃう。さあ怒られちゃうんだよね多分ね。会長かなんかにさ。あれさ外持ってきゃさこっちもさペースつかめたのになってさ。そう。ああ結構ねなんて言ってさ 見ればさ。そう。さ出ようともしねえもんな。本当だ。エルスすればよかったよ。ね。したら俺後ろでマッサージ本当に帰ってやってた。俺が運転会全部。当たり前じゃねえか。宇都宮ドライブ動画だけでしたね。うん、そうだね。本当そうだよ。だって何もないもんね。取れ高なんかありましたかね。何もない。210キロアスリートとマーケットだったから。あ、まあ、どこにでもいいからね。いや、本当それを言いたい。まださ、中さ、じゃあ鍵持ってきますよなんて、じゃあ見てくださいよなんて言うんだったら。でもさ、それはだってうちら別にね、神奈川と九州でやってないからね。やってないからね。いや、できんからね、普通に。栃木はやっぱ、硬いのかね、そういうところ。いや、田舎だからしょうがねえんだよ。あ、いや、ほんと田舎だよね、これすごい。どことなんだよ、またいでんの。ね、すごいまたぎようだね、これね。どうした、様子おかしいぞ。え、なんであいつ黄色ナンバーじゃないの、車。あれじゃん、オリンピックナンバーだ。あー、オリンピックナンバーって白でしょ。ってことは、だから黄色ナンバーに劣等感を持ってるってことでしょ。うん。ね、だったら最初からさ、白ナンバー買えばって思うんですよね。いません。まあまあまあ確かに、ね、あ、ほらさっきのところほらライトが暗くて見えないのか。確かに。お、カルマ入りましたよ。カルマ入った。いや、一度言えばわかります。ちゃんと聞いてんのかなと思って。聞いてるよ。返事しろじゃん。うるせえわかる。本当にガス食ってんの。え、チパチパうるせえんだよさっきからよ。でかー、何このセブン、何このセブン。これ練習できんじゃん、この DC。 あ、これ手前なんですよ。あ、全然違う。田んぼじゃねえかよ。でも今の角度からだとすごいでかく見えるよね、うん、え、あれお月さん。どれ、ほらどれ、西地の方向。いや、でも全然綺麗見えないですよ。あ、そうか。何今の、満月じゃない。いや、外中でしょ。いや、満月じゃないですよ、今日は。満月。下ネタ憂鬱してさ、せっかく人が女拾ってやるって言ってんのに。いや、だから満月だよ、多分。見て、味噌漬け正義で動いちゃったの。いや、今日満月じゃないでしょ。なんか今、すんげえでっけえのなんかあったね。セブンイレブンの味付け卵の黄身ぐらいの感じ。左側車線。あれ、どこ行ったんだその月ってやつ。ほらほら、あそこの、いや、隠れちゃった。雲で、雲だよ、雲。雲がいけないの。いや、ほんとほんとすごい綺麗。なんだよ雲よ。あ、これさっきの。はい、カルマ流入しますよ。まもなく左よし、了解。あ、これさっきの営業。そう。え、だって今日まだ24でしょ。だって満月じゃないよ24は。そう、うん、なんかすごい綺麗だったよ。お顔出してくんねえとな、ちゃんと。なんだ満月は。
今月は満月確か28とか29ですよ。だってさ決まってて営業会ありましたね、さっき、ね、人の話聞いてんのかよお前が満月の話したんだはい、じゃあね、もう宇都宮のドライブ動画終わりです。ほんともう GTR ないんですよ。 あるんだけどないんですよ。ないんですね、ちょっと、ね、ちょおしっこしてほら本当に、うん、ね、ここねミーアですけどね、うん、あのね、あの出さないって GTR は、はい、うん、出さないって、ね、行っても見れません、無駄無駄、本当に本当に偽造車なんだけども見せられないと入っちゃうよね、ほんとに。シャッター開けてくれるだけでもね、いいのにさ。いや、ほんとだよ。いや、聞くさ。カモンベイビー。誰だよ、ほんとに。ほんとに、レオンってのは大変だもん。はい、じゃあね。いや、福島方向でしょ。なんで？これから行くんでしょ。何を言ってんだよ。仙台まで行くっつっただろうがよ。牛タン食いに行くのになんでいちいちまたこんなさ、俺も。あ、そう、利休、利休。そう、俺食ったの。仙の利休。茶だよ。お茶だよ、お茶。茶こうか。最後秀吉にやられて切腹命じられてやられちゃう。そうだよ。ひで話だよね、ほんとね、秀吉もね。そうだよ。